山根、そのワンタッチパス、おっと背後にこぼれた、ビッグチャンスが来ました。これは打てない、ただセカンドボール、ボンギョンボン、土井翔馬、パスを出して深いところから佐野、ボランチの佐野がここまで上がりました。半田の守備、ラストタッチは佐野でした。キックは大事だ、こぼれている、シュート、決定的打診になりました。高いボールは吉野の前か、吉野の足元こぼれた、倒してシュート、伊藤翔、もう一度逆サイド、コーナーキックに変わります。渡辺から中、アダユトン、ナイスブロック、3点取りました。ここでガンバは今3枚交代カードが準備中です。してみるとやっぱり少しね受ける時間が長いですからね、少し押し返したい。足元ジバリー、網でブロックしながらシュート、ここは木村が激しくいきます。しかし半田も負けない、そしてネタラビ、この辺り両チームともに激しい球際の攻防、それだけでもビルドアップでの正確さっていうところ、はい、ボールのつけ方っていうのは非常に巧みですよね。間で受けた宇佐美です、ね、大久保から前線へというボールですが、ここはカットをしました半田、送らせていこうという関根、さらには岩尾も行きます。さあ京都の方もなんとかして奪いたいんですが、逆に裏をついて石毛、前が空いている、半田上がってきた、そして石毛2点目か、倒しに行きました鈴木武蔵のプレーです。さあここは前に入った長沼ですが、半田いい対応した、こう後ろに行って何かこう守備のところでバランス取るような選手じゃないですよね。小見、半田がよく奪いました。ハンダリックついていきます。半田奪えるか、どちらのボールかはガンバ鈴木優馬、半田パスを出す、ファンガラのターゲットを持って狙っていく感じだと思いますね。アダユート、まあ、そこに対してもセカップ、ここは勝負するか。ファンガラードが今ディフェンスをして最後は半田、ワンタッチでボールが回り始めて、ネタラビースルーパスから半田が前に出た。さあゴールキーパーと一対一か、クロスになった、シュート、石毛が決めました。J1 5年ぶりのゴールはネタラビー、アダユトン、おー、ここはハンダリク、サポートは徳本、ハンダが先に触った、パスアスペースに出た、ハンガラーも、山本裕樹も走る、ハンガラーのパス、山本を打たせない、ハンダリクが来た、追加点ガンバ大阪、ハンダリク今シーズン初ゴール、右サイドから走って走って最後フィニッシュ、次の1点はホームのガンバ大阪に入りました。これで3対0です。まあこれはガンバ大阪にとって大きな3点目にはなりましたし、まあこのカウンターですよね、はい、非常に良かったですよ、状況ではあると思いますね、はい、斜めの動き、ファンガラーもそこではなくてイスタムジェバリを使った、ジェバリが前向いた、ハンダいいところに通します、ジェバリからメタラビ、そして杉山に出る、そのセカンドボール、ハンダ前を向いた、鈴木武蔵、鈴木武蔵あまり繋がないですよね。そうですね、リスクはかけずに大きな展開で記念を前に来てるところですが、するところはあると思いますね。ハンダルーズボール、ファンガラーノ、ハンダが狙っている、ハンダここは体をぶつけ合う、ハンダ残した、ハンダ、ハンダ残して、鈴木武蔵、そしてダワン、山本に人からハンダがうまく抜けてきた、ここは戻して、さあ一気に、時に距離感が良くなればパスのテンポが上がるんですけど、はい、まあ、この言う形ですね、ハンダが中に入ってきて、その先ボランチを見る感じになってますか、そんな感じに見えますね、はい、いいとこ出ましたね、言ってましたからね、今、はい、ハンダ早めに入れて、鈴木武蔵、これもゴール前、
エドラルド戻りました。再び奪ってから下がりながら渡辺亮は前向く。木下一味、ここは半田が駆け出します。見た、縦に入れる、山下が振る。いいポジションから嫌がるポジションに変えれるんですよね、はい、ただここは半田がいます。また逃がせない。半田奪ってからイッサムジェバリ、いやドンピシャのコースでしたけどね、あとはコースだけという。ここ前で取った、半田が前で奪いました。横にパスを入れてスルーをしてネタラビ、右サイドの今野、今野が縦に運んでいく。半田が厳しくいきました。拾ったのは今野、今野から前島。そしてこの奪った後の名古屋の攻撃ですが、下げます。半田が高い位置でボールを奪った。香川、加藤、いやーよく戻ってきましたね。これをうまく回避できればガンバのチャンスですが、取り返す。青木が運びます。あ、失礼、西戸、開き方、クロス、カピシャーノ、ここ見て取れますね。ここはうまくボールを奪って山本力人狙いすまして、わずかにポストの左。アンダ入れ所ないですか。これは鹿島のこと、はい、中盤で前向きにいい形で守備を変えてるか。ダバン出す、アンダ逆サイドを見ていた、普段入れる。これフィニッシュをするっていうのも一つかなって感じがしますね。その半田からファンガラーの丁寧な折り返し、つながる。スローインから根城から半田、半田からの長いボール、前線ではショルツ対ジェバリー、ファンガラーの、そしてイサム・ジェバリー、ジェバリーカットイン、中に入っていってシュートはダーイサー、4人のような感じでガンバも入ってますし、この辺のバランスはいいですね。半田前を向きます。さあ土井翔馬を外して、うまくかわしました。そして一気にディフェンスラインの裏、しっかり横目足のプレッシングの矢印を見て剥がして、はい、前線の選手に渡していく。しっかりキープしてハンダに下げました。一人剥がしたハンダ、中に持ち込んで、京都は前からプレスをはめに行きます。さあハンダがかわして、どこで差し込むのかっていうところ、縦パスを振り込むのかっていうところ、囲まれましたがキープ。半田からも数的キーを作ってディフェンスラインのところにも上がってきましたね、さあ半田中まで入っていった、シュートいった、ネタラビ、半田陸打ちます、決まった、いやサイドネットだ、いい形でセカンドボール入れてますね。頑張れバラード、さあポケットを取った半田、シュートだ、ナイスキーパー、止めました西川、記憶してきました、はい、大丈夫ですかね西川。ここは余裕が粘りますが、ハンダのシュート、しかしここはジェバリが体を張って右のハンダ、中に石毛がいる、持ち上がってハンダ、ハンダフィニッシュ。ゴールキーパーの前、ハンダだ、先制点はガンバ大阪。土曜日の J1 初ゴールに続いて、このルヴァンカップでもゴールを挙げました、半田陸です。いやすごいですね。そうですね、まあ、多分セレッソの選手はイメージしてた選手ではなかったと思いますね。